三菱 EK クロス EV オーナーズレポとしまして、急速充電のみで約2年乗った愛車のバッテリー容量測定やってみた、こちらをお届けしたいと思います。というわけで皆さんこんにちは、グッドカーライフのゼミッタです。今日はですね、私の愛車三菱 EK クロス EV のオーナーズレポです。これ人生初めてとなりますバッテリー EV モデルなんです。それがですね、早くも所有してから2年経ちました。つい昨日12ヶ月点検2回目を受けてきたばかりです。でその際に合わせてバッテリー容量、これがですねどうなってるかっていう測定もやってもらいましたので、まあ、その内容をですね皆さんに共有したいなと思います。でそもそも今回購入していますのはエントリーモデルの G グレードとなります。購入当時約240万円でしたけども、今若干値上がりしまして255万円くらいになってるんじゃないかと思います。まあ、そもそも急速充電っていうのは、まあ、一般的にバッテリーが劣化しやすいと言われています。まあ、これもあくまで一般的なお話ですけども、なぜかというとやっぱね、急速充電っていうのはどうしてもバッテリーが高温になりがちです。でそもそもバッテリーっていうのは高温に弱いと、なので温度が上がると劣化しやすくなるっていう、そういうロジックなわけですけども、実際に私は急速充電ばかりで運用してますので、結構劣化してるんじゃないかっていう、そういう推測が立つわけです。じゃあそもそもなんで急速充電のみで運用してるんだと、これはね大きく言うと2つ理由があります。1つは自宅に充電設備がないというところです。まあ、なぜかというと賃貸物件なんです。なので、まあ、泣く泣くというか仕方なく急速運用してるっていう、そういう節があります。でもう1つは実際に急速充電のみで運用した場合にどれくらい実際劣化するのかっていうね、そこを、まあ、実際知りたいですし、さらには皆さんにも共有したいっていう思いがあって、自宅ではなくあえて外部の急速充電のみで運用するという形でやっております。まあ、そんな中ですね、今回は傷んでるじゃないかと、そういう推測を立てて駆動用バッテリーの容量を測ってもらったわけですが、そもそもバッテリー容量って測れるのって、そう思った方もいると思うんですよ。いや、そうなんです、測れるんです。これなんとですね、三菱の販売店でやっているサービスになりまして、まあ仮にもともと容量が100あるとしたら、現状どれくらいの数値になってるのか、そういうのをパーセンテージでお知らせしてくれると、そういうサービスになっているわけです。でこれはですね、残念ながらというか無料ではありません。有料のサービスとなっています。でこれも販売店とかによって変わるかもしれませんけども、私のケースだと3300円くらいで実際に測定ができるということです。で昔はね、これ容量測定するのに一泊入院っていう風に聞いたんですけども、今はですね、いろいろ、まあ車側の制御も変わったのか、なんと数時間程度でこちらは容量測定ができるという形になってます。でもう一つ朗報というか、三菱の電動車両サポートっていうサービス、まあ実際にもう EK クロス EV のオーナーであったり、さらにはアウトランダー PHEV とか三菱の電動モデルオーナーだったら使っておられると思います。月額550円から1650円の間で会員サービスがあって、でそれの高い方1650円のプレミアム会員だと年2回こちら電池容量の測定が無料で行えます。チケットがね送付されるらしいんですけども、まあそれで実際に三菱のディーラーで容量測定するのと、今回私は12ヶ月点検と合わせてやってもらいましたけども、内容自体は基本的に同じらしいです。なんか診断器を車側につなげばですね、バッテリー容量などが測れるという形になっているそうです。じゃあ実際に約2年乗った私の愛車 EK クロス EV、 ほぼ急速充電のみです。これで
バッテリー容量がどれだけ劣化したのかお伝えしたいと思います。というわけでもう早速行きましょう。今回私の愛車 EK クロス EV ですけども、診断してもらった結果、容量は 98% となりました。これは拍手していいのかな。ちょっと比較対象がないので何とも言えないんですけども、ただ想像していたよりも劣化していたいので思わず拍手をしてしまいました。なのでまあ 98%、 つまりは 100% ベースがあったところから 2% 劣化したという形です。これはちょっとあくまで参考程度に聞いていただきたいんですけども、納車当日と2年経過した段階でメーター値 100% だと航続可能距離がどうなってるかと、この推移をちょっとお知らせしておきます。実際に納車当日は188キロっていう数値が出ておりました。で、現状2年所有した段階で 100% にすれば、まあ、エアコンもつけていない同じ状況で161キロっていう結果になりました。ということはその差なんと27キロです。これを聞くとめちゃくちゃ劣化してるじゃんって思うと思います。実際に私もですね、写真なりこう動画を見返してマジかってなりました。こんなに差が出たのっていうところなんですが、ただこれはね、惑わされないでほしいのはあくまでメーター値なんです。で、やっぱり納車当日っていうのは学習機能も正しく作動していませんので、約2年所有した段階で学習機能が、まあ、ある程度こう勉強しましてですね、実測値に近いところで航続可能距離っていうのを出してくれていますので、まあこの差が全てではないと、どちらかというと電池容量の劣化分 2% っていうところで、まあ、いろいろ測ってほしいかなとは思うわけです。ちなみに駆動用バッテリーの容量っていうのはメーターの中でも実は表示されております。これね、ステアリングスイッチをうまく触ってもらうとですね、このページに実は駆動用バッテリーの容量計っていうものがあります。ただこれ見ていただくとわかるようにパーセンテージ表示ではないんです。このグラフになってまして、細かいところまではわかりません。そこまで知りたいっていう方はぜひ容量測定サービス使っていただきたいんですけども、大まかな概算くらいだったらここで測れますし、で今回実際にパーセンテージでも測っていただきましたけども、まあその数値を見ていただくとですね、ほとんどこう誤差がないっていうか、そんなにこう違いはない。なのでまあ逆に言うとこの容量計ではあんまりこう差がわからないという形になってます。で、私の普段の使い方としましては、まあもちろん急速運用なんですけども、走行距離は約5500キロとなっております。まあ一度ですね、三重の方に遠出しましたけども、それ以外は基本的にほぼ毎日乗っている中で市街地を数キロ程度走る程度にとどまっております。なのでまあそこまでですね、こうバッテリーにも負荷をかけないような走り方をしております。で、あと充電なんですけども、まあ急速充電のみと言いましたけども、実際のところは普通充電も行ってます。で、その内訳としましては、急速充電が2年間で69回です。で、実際にワンサイクル30分になっていますけども、ほぼほぼそれで使っておりました。で、遠出をするとですね、高速のサービスエリアとかで充電しますけども、まあほとんどが三菱のディーラーさんですね。実際私のとこは最近 50kW になりましたけども、それで充電するっていうケースがまあほとんどです。で、普通充電がこれ回数で言うと実は19回やってます。めちゃやってるじゃんっていう話なんですけども、時間で見るとだいたい20時間くらいですね。で、これも意図的に普通充電やってるっていうことではなくて、なので自宅充電していないっていうところは一切変わりなくて、例えばこの車点検出したら、まあ、サービスで店舗の方で普通充電を受け取りに来るまでやってもらえるっていうことになっているわけです。まあ、さらにはまあ、名前出しちゃうとニトリとか、さらにはこの辺だとピエリっていうね、森山に複合施設があるんですけども、
そこには普通充電の設備があります。なのでまあせっかくですね、車止めておくんだったら、まあその間ちょっとやっておこうっていうところで、お金はもちろん払ってるんですけども、その短時間の間だけ普通充電を利用してるっていうね。なので普通充電の割合としてほぼほぼ占めてるのは三菱の販売店でサービスでやってもらってるものがほとんどですから、まあ、やっぱり急速充電メインで運用してるっていうところには変わりはないわけです。ちなみに EK クロス EV の場合、駆動用のバッテリー保証っていうものがあります。これがですね、登録してから8年以内もしくは16万キロどちらか先に来た方まで保証が適用されるという形です。で、電池容量としましては 66% を下回ると無償で修理もしくは交換していただけるというお話になっております。ただこれね、店舗の私の販売店の担当さんにお話を聞いたところ、あんまりないらしいです。まあそれこそ長距離を高速走行して、ですぐに急速充電してっていう、そういう使い方を毎日のようにしていれば話は変わってくるかもしれませんけども、まあ言ってもですね、そういう使い方ってそんなにないかなと思いますし、なので実際に普通の使い方だったら、まあまあ駆動用バッテリーがそこまで傷むっていうことはおそらくないだろうっていうお話でした。私もねそう思います。じゃあ最後にバッテリーの劣化をなるべく防ぐにはどうすればいいかと、一つはですね、長距離高速走行をなるべく避けるということです。まあ軽ベブのサクラなり EK クロス EV はあんまりこう遠出するっていうケースは少ないかと思いますけども、やっぱりそのシチュエーションにおいてはバッテリーがどうしても温度上がっちゃいますので傷んじゃうと。ですからそのあたりをなるべく避ける方がいいっていう話があります。そして2つ目、充放電サイクルを減らすということです。まあこれ充放電っていうのはバッテリーが減って、でさらにまた充電するっていう、こういうサイクルをですね、何回も何回もやっちゃうと、どうしてもこの電池の特性上を容量が減ってしまうっていうものがあります。まあこれは普通の家庭で使われている単3とか単4のいわゆる二次電池、これでも同じかと思いますし、スマホでもそうですよね。長く使っているとどうしてもこう電池容量が減ってくるっていうところがありますので、なるべく充放電のサイクルを減らしてあげるっていうことも重要です。そしてもう一つ、過充電と過放電を避けるという形です。普通充電でケーブルをずっと差しっぱにしているとか、逆にバッテリーをですね目いっぱいまで使って、それこそ電欠寸前までいっちゃうとか、こういう使い方をするっていうのは実はバッテリーにとってあんまり良くないんですよね。理想的にはまあ 30% から 80% くらいの間でこう充電をできればいいかなと思うんですけども、なるべく過充電過放電を避けてあげるっていうのも一つ肝になってくるかなと思います。というわけで今回は三菱 EK クロス EV オーナーズレポとしまして、急速充電のみで約2年乗った私の愛車のバッテリー容量測定やってみた、こちらをお届けしてきました。まあ、こんな感じで自分の愛車はテーマを持って定期的にレポートをしております。また他にも様々な車ありますので、ぜひご覧ください。そして次はですね、チャンネル登録者20万人目指して頑張っておりますので、ぜひこの機会にいいねと合わせてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。